さあそれでは準決勝の2つ目、サイモン対サンズ、サイモンボールからスタートだ、レッツゴー。さあここは非常にミスマッチだが、スピードのある早川、桂選手が180センチですので、その身長差は27センチということですが、ここはスピードの早川。さあここはまずワンポイント。今日は素晴らしいプレーを見せているのは54番サイモン・ドット・エグゼの斉藤安江、ワンポイント。この安江舞選手も181センチということで、非常に身長の高い選手。小沼、おう、ノールック。小沼が攻めてくる、ワンポイント。さあここはどうだ、小沼から桂。この桂選手は日本代表候補、強化合宿にも参加。さあここはどうだ、非常にサイモンの攻め方を考えて、サンズは素晴らしいディフェンスシフト。しかしながらサイモンも非常に修正力のあるチーム。オフェンスファウル、サイモンボールです。おっと、ここはちょっと転倒。早川、おー、2ポイント。早川海。さあ安江がここはアシスト、桂が突っ込んでくる、3対3。おっとここはしかしリングに当たっている、おー、1ポイント。ここは塚野が決めていく。ここは行く、小沼恵。5人制ではオールジャパン準優勝の経験もある小沼。早川、さあここでサンズは大貫がコートイン、サイモンも伊崎がコートインしています。さあ先ほどの試合でもこのサンズの大貫選手、素晴らしいパスワーク、スピードなどなどを見せている。おっと、ショットクロックバイオレーション、リングにボールが当たったかどうかが焦点となります。どうでしょう、今確認を行います。もしリングにボールが当たっていれば12秒再び加算されますので、今のは OK。 確認を行っております。リングには当たっていないということです。今バスケットボールの、バスケットリングに当たっていれば12秒また増えることになりますが、当たっていないということですので12秒使い切ったということでサンズボールです。小沼、おっとここは大貫が下で待っているが、ここは足が少し出ていた模様、アウトオブバウンド。
現在6対4、サンズが2点のリード。桂葵、あーっとここは早川と大貫のマッチアップ、非常に面白い。これは決めてくる。桂大貫、さあお互いに得点が少し止まっているような形。おっとここはジャンプボールステーション。さあもちろん速いということはそれだけボールがコントロールしにくい場面も出てくるということ。大貫から桂が行くか、桂葵、大貫のリバウンド。非常に上手はありませんがこの大貫選手非常にポジショニングが素晴らしい。さあ行こう、レッツゴー。さあここはサイモン、素晴らしいディフェンスでボールをゲット。最高、レッツゴー。オープンからこれは来る。13番は塚野梨沙。2008年は北京オリンピック最終予選の5人制日本代表候補にもなった178センチの塚野。さあ早川、さあこれはどうだ。おっとボールは出ています。さあまだ両チームともにタイムアウトは残して間もなく5分の残り時間。オヌからオヌマ、さあ早川、早川対安江、これはスピードのミスマッチがある。さあここはどうだ。おっと非常にサイズのある2人、180センチと178センチ。ファールホイッスルです。ここはサイモンのファール、塚野選手にファールがありました。さあ続けていこう、レッツゴー。オヌマ、おっとこれはパスカット。ショットクロックは6秒です。6秒、サンズの攻撃持ち時間は6秒。オヌマ、おっとここはうまくファールをもらう形。フリースローはワンショットです。グッショー。早川、早川、ここは大沼から桂がゴール下にいるが、おー、ナイスショー。ここはうまく方向を変えてワンポイント。おっとここは惜しい。高さを生かしてパスをつなごうとするがここはつながらず。さあこれサイモンドットエグゼチームタイムアウトです。
All right, thank you, Execos! さあ、サイモンのタイムアウトが明けて、早川、これは決める、2! サイモンが逆転、サンズは安江。ここで連続2、つかのも2を決めて12対10。ここはファールホイッスルです。今のショットは無効。サイモンは3つ目のファール。おっと、これ惜しい。さあ、サイモンボール、斉藤。斉藤が行くか。All right, good show! さあ、サイモンが先ほどの連続2から波に乗り始めようとしているところだが、ここはさすがに高い。安江が決める。斉藤、おっと、これはサイモンがフォロー。早川、ここはサンズボールです。さあ、皆さんボールの行方に十分ご注意ください。桂が決める。早川がオープン。オルマのリバウンド。さあ、時間が2分30秒を切っている。ここは桂がリバウンドを制する。早川が2ポイントを再三試みる。斉藤、13対13の同点。安江がここで、おっと、小沼対早川だが、ここはサンズのディフェンス。そして大貫、スピードのある選手がコートイン。大貫、桂、さあ、ここは、おっと、どうだ。ここはオフェンスボール。最高、レッツゴー。ここはファールがありました。ポジショニング争いでのファール、サンズのファールです。最高、レッツゴー。いや、非常に激しい両チーム。もちろんこの時間帯での一本、非常に大事です。斉藤、ここで早川が来るか。大貫のリバウンド。安江から大貫、大貫、しかし大貫はこれは自分でフォロー。スピードがある。安江がここは惜しいが、桂、これは決めてくる。ワンポイント。非常に面白い。ラスト1分を切って53.5秒。ここでタイムアウトはサンズ、チームタイムアウト。
さあ残り1分を切って、その差が1点。あつら、おっと、これは最後まで食らいつくが、すごいですね。両チームのファンの皆さんが両方拍手したということは、お互いにマイボールだと思ってるってことですよね。すごい火花がバチバチです。しかしここはサンズボール。おっと、斉藤がここでバスケットカウント。ここで渾身のバスケットカウント、フリースローワンショット。サンズ安江から桂、おっと、ここで斉藤がスティール、塚野、わー、2ポイントがここで決まる。大抜き、さあこれはどちらだ、ディフェンスボール。さあここで塚野の渾身の2が決まって、16対14。さあここのどちらのボールか、非常に大事なところ。サイモンボールです。さあ逃げるサイモン、おっとここはファウルホイッスル。非常に時間を使わせる形。さあここはサイモンが逃げ切る。ご覧いただきましたように、16対14、サイモンドットエグゼが勝利いたしました。そしてサンズドットエグゼにも皆さん盛大な拍手をお送りください。どうもありがとう。